おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はパッションフルーツの自作の苗が大きくなってきましたので、プランターに定植していきたいと思います。パッションフルーツの原産地はブラジル南部になります。日本には明治時代にハワイから伝わったと言われています。苗はホームセンターから春から夏にかけて挿し木苗が販売されているようです。今回使う苗は昨年の11月末頃に育てていたパッションフルーツを冬越しのために剪定いたしました。その剪定した枝の中から使えそうな挿し穂を20本ぐらい水挿しとして使いました。その中で室内に置いた水挿しの中から2本だけ根が出ましたので、それをポット揚げにしてあります。現在は5月末になります。それでは実際にプランターに定植しながら6つのコツについてお話ししたいと思います。1つ目のコツ、植え付け時期です。暖かくなった4月頃が定植時期になります。今回は苗の充実を図るために5月末に定植することといたしました。2つ目のコツ、用土です。市販の培養土に赤玉土を入れて排水性を良くするようにしてください。よく根が張るので幅30センチ以上の大きな鉢またはプランターがあるといいようです。3つ目のコツ、水やりです。土が乾いたらたっぷりとお水をあげるようにしてください。4つ目のコツ、肥料です。春から成長期に化成肥料を置き肥とするようにしてください。窒素分が多い肥料を与えすぎるとつるぼけになりますのでご注意ください。5つ目のコツ、育て方です。つる性なのでネットか鉢ならあんどん作りがよろしいかと思います。あんどんの場合、螺旋状に回しながら一番上まで行きましたら、そこで摘心をするようにしてください。摘心した子づるに花や実がつきやすくなります。子づるは上から垂らすようにしてくださるとなおよろしいかと思います。6つ目のコツ、収穫です。5月から開花が始まります。果実は受粉してから2ヶ月ぐらいで収穫期を迎えます。花が咲いたら綿棒などで人工受粉するようにしてください。甘い実を楽しみたい方は果実の表面にシワができるぐらい追熟させますと甘酸っぱくて香りのいいパッションフルーツになると思います。なお気丈のまま育てて自然落下した果実が一番美味しいかと思います。それでは今回用意するものについてお話します。まずプランターです。一番大きい15サイズを使います。幅が30センチ、深さも30センチあります。中にスリットが入っていて排水性がいいです。そして培養土です。いつも使っている元肥入りの培養土を使っていきます。そして苗ですね。今回は2本植えることといたしました。すでにシーケネも出ているので誘引は楽かと思います。そしてあんどんです。今回使うあんどんは一番大きいサイズですね。高さが1メートル50センチあります。こちらを使っていきます。それでは定植していきます。まず仮置きをしていきます。このような感じですね。ちょうどいいですね。このような感じで外側に向けてお互いに螺旋状にしていきたいと思います。螺旋状にする方向なんですけれども、今回2本ありますが、同じ方向で螺旋状に誘引した方がよろしいかと思います。なぜかと言いますと、冬越しをする際にあんどんをほどかなければなりませんので、その方が管理が楽になると思います。それでは定植していきます。はい、ポットを抜いていきます。おそらく成長がいいので根も回っていくと思います。あ、ちょうどいいですね。このぐらい根が回っているといいと思います。ちょっと外側を向きます。このような感じですね。もう一個抜きますね。はい、こちらもこのように仮置きします。それでは培養土を乗せます。ポット苗を作るときに同じ培養土で作ってますので、土の相性はよろしいかと思います。ウォータースペースが5センチぐらい取れますので、はい、このような感じになります。一度灌水していきます。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげてください。特に夏場ですね。真夏は
朝夕2回土の表面をチェックするようにしてください。水切れをしますとお花が落ちてしまったり実入れが悪くなってしまう可能性があります。それでは支柱を刺します。はい、このような感じです。まだ丈が短いんですけども、こちらをこのように螺旋状にお互いに回していきたいと思います。そして成長して螺旋状に回してこちらまで来ますと摘心をします。そして子づるを何本か出させます。子づるは螺旋状に誘引する必要はありません。そのまままっすぐ下に垂らしてもらっても大丈夫です。そうしますと花付きと実付きが良くなります。以上でパッションフルーツの鉢への定植が完成いたしました。今回も6つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、植え付け時期です。暖かくなった4月頃が定植時期になります。今回は自作の苗でしたので、苗を大きくするために1ヶ月ほど育てて定植は5月末になりました。2つ目のコツ、用土です。市販の培養土で十分になります。赤玉土を入れて排水性を良くするとよろしいかと思います。よく根が張るので幅30センチ以上の大きな鉢、プランターがあるといいと思います。3つ目のコツ、水やりです。土の表面が乾いたらたっぷりとお水をあげるようにしてください。真夏の炎天下では水切れを起こしやすくなります。朝夕2回確認がてら見回りをする方がよろしいかと思います。4つ目のコツ、肥料です。春から秋の成長期に化成肥料を置き肥をするようにしてください。窒素分が多い肥料を与えすぎますとつるぼけになりますのでご注意ください。5つ目のコツ、育て方です。つる性なので鉢ならハンドン作りがよろしいかと思います。6つ目のコツ、収穫です。5月頃から開花が始まります。果実は受粉してから2ヶ月ぐらいで収穫適期を迎えます。花が咲いたら綿棒などで人工受粉してくだされば着火がいいようです。果実の表面にシワができる頃になると甘酸っぱく香りのいいパッションフルーツになります。家庭菜園ではネットをかけ自然落下するまで育ててくださると甘くて美味しい果実が楽しめると思います。今回はパッションフルーツの苗を使って鉢植えのあんどん仕立てを作ってみました。お花もとても綺麗で鑑賞することができます。ぜひ皆さんもお花や果実をこの夏楽しまれたらいかがでしょうか。チャンネル登録そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。